やけどしちゃってワセリン塗ってんの。痛い、こんばんは。やったねじゃないわ、痛い。やけどしたよ。そう、なんかやけどしちゃったの。アイロンでね、髪の毛を前髪やってたらね、その180度、私いつも180度で前髪をやってるんだけど、この暖かく熱くなってるところにこうやって置いちゃって、オワコンです。まあ180度だよ俺も180度。痛い。お大事にします。いやー、昨日はね大変だったの。そう、今日は、あ、そう、連載がね乗る日なんだけど、木曜日だからなんだけど、昨日ね、私がさ、この前さ、ショールームでめっちゃ今週の連載うまく書けたって言ったじゃん。それがちょっとこっち側の都合で載せれなくなっちゃって、そうで、内容を変えなきゃいけなくなっちゃって、そうなの。完全にこっち側の都合なんだけど、ちょっと急遽別のやつでってなっちゃって。美味しい、カフェオレが今日もうまいわ。そうなの、できなくなっちゃって。だからそれはもう近いうちフォトログかどっかに載せようかな。できなくなっちゃった。だから昨日はずっと書いてた。そうなの。あ、でも実はそう、連載でちょっとお知らせがあって、結構今あらゆるさ、陸上大会がなくなっちゃってて、そう、いろんなさ、ライターさんがもう大変なことに、ネタ探しに大変なことになっちゃってるんだけど、実は私もコロナウイルスの影響ということで、来月から、実はね、今は隔週になったんだけど、来月から月1になっちゃうことになったので、またコロナが落ち着いたら、まあ、夏ぐらいからまた隔週に戻しましょうってなって、そうなの。そう、あららってみんな言ってくれてるけど、みんな読んでくれてるんですかね、ちゃんと。それにしてもやけどが痛いな。やけどが痛いよ。伝わる？ちょっと伝わんない。ここそう、光飛んでんだよね。そう、保冷剤で冷やそう。保冷剤ないよね。でもすごい、最初からこまめに乾燥しないで、オロナインとかこういうワセリンとか塗っとけばいいって聞いて、ワセリンがすごい効くらしいよ。そうなの。そういえば、あさってでしたっけ、インスタライブは。楽しみです、すごく。なかなかインスタライブはできないので、あれさえ配信されたらよかった。やばいやばい、マジで痛いんだけど。あさってか、あさってインスタライブです。でも私インスタライブやったことないからさ、
ちょっと痛いからこうやってよ。でもあれかちょっと赤く見えちゃうと痛いね。やめよう、こっちにしよう、こっち向きにするね。ちょっとやめとくわ。痛い。ピースにしとく。最初事故らんないように気をつけて。そう、それだよね。でも正直さ、なんか絶対 DMM は絶対電波重いから、もう止まるのを覚悟してんの。止まったり電波が悪くなったら固まったりするのはもう正直覚悟の上。多分もうファンの方もそうだろうけど、そう、もう私も実は今日配信しようと思った時に何回も電波が落ちて、天気悪いから、中が半目で固まって、やだ漏れてる。漏れてる。それはそうだからもう覚悟の上、止まったりするのは覚悟の上。え、天気関係あるって私聞いたことあるよ、電波って。なんか雨の日とかはなんかいっぱい使う人が多いから電波がね止まることが多いって私聞いたことある。おいしい、カフェオレがおいしい。今日そんなに電波悪いの？半目で固まった、やだ漏れてるわ。悲しいぜ。カフェオレ大好き。半目で固まった寝てるように見える、やだ今日たくさん寝たからな、大丈夫だよ。ね、私この手ができないの。なんかね、これできる？みんなこれ、この指3本立てるやつ、これできる？これできない人いる？私できないの、これ。みんなできる？これちゃんと立つ？これこうやってピッてできるんかい？私これできないの。できる？みんな逆に、これね。ちゃんと全部上に向かないの、手を押さえてないと。私はこうなっちゃうの。そうでね、NGT でこれできないのに西荻と私だけなの。あとのみんな全員できるの。だからいつもこういう振りがどうしてもあるの。なんか NGT では例えば N33 ラブラブだったじゃない、ラブラブ N3 の曲とかではこれがポーズだったからさ、私と西荻と私だけもうなんかこう、もう謎のポーズになってた。そうできないの。
かしくない？え？何、他にどのピースがあるの？他にどんなピースをみんなしてんの？奈良子ピースおかしいの？え？マジ私これ以外のピース知らないんだけど。みんなのピースこういう感じ？昔ピースできなかった、嘘。え？これピースおかしいんだ。初めて知った。第一関数曲げるとチャラい感じになる。え？どういうこと？第一？あ、こういうこと？チャラい。イエーイ。チャラい系になれてる。中指と薬指離せる？これは得意なの？これは得意って何？あら可愛い。何これ？これ誰だってできるでしょ。できない人いんの？これもできる。こっちもできる。縮小しました。確かにこれでもたまにできない人いるね。真ん中3本だとガールスカウトよくご存知で、私もガールスカウトやってたからすごい嫌だったけど、私基本さ家にいるのが好きだからさ、西村家一家がもうガールスカウトってわかる？なんか世界平和をみたいなの、世界平和を祈る団体みたいな、なんかすごいいい団体なの。いい団体、ボランティアをしたりとか、ボーイスカウトの方がメジャーかな。水色の衣装じゃなくて制服着てボランティアに行ったりとか、自分たちでキャンプやったりとか、それ小さい頃やってた。正確に言うとやらされてた。本当に嫌だったの。キャンプとか本当に自分たちでテントを立てて自分たちで火を起こしてご飯とか作んなきゃいけなくて、そのあんまりそういうところが好きじゃなかったの。なんでこんな夏とかになるとさ、みんなでさ、あの長野のさ戸隠ってわかる？そういうなんかそう飯盒とかやるわけ。結構そうお母さんがそういうのさせたくて、お母さんがもうあのリーダーとかやってたの。そうなの。ガールスカウトのリーダーってもう資格とか取らないとできないんだけど、お母さんがそのリーダーの資格取ってて、なんかその団体を取り仕切る人だったのね。それで、お母さんがやってたからお姉ちゃんもやってて、だからお姉ちゃんもやるってことはもうこれ私もやるパターンだなって幼いながら察してたの。そうなの。4歳ぐらいだよ。これは絶対私もやるんだろうなって思ってて。そうなの。それで案の定私が6歳ぐらいになったらやることになっちゃって、そうなの。
なんとかのなんとかで世界の平和を守りますみたいなやつすごいいい団体なんだけどね。そうガールスカウトなんじゃけど、でめっちゃ長い歌歌うんでしょ。そうなの。そうだからお母さんがリーダーだったからいつもリーダーは一人だけじゃないの、いっぱいでもないけど、そういう誰かのお母さんとかがリーダーがね6人ぐらい10人ぐらいかないるんだけど、そういう時私いつも自分のお母さんじゃないところのチーム行ってた。さあそしたらお母さんがいるとめっちゃサボって止まれるから嫌な子。ただ自分チーム分かれる時にそのチームに1人の時リーダーが1人いるんだけど、私はいつもお母さんが自分のお母さんじゃないところにいてそう掛け声あった、掛け声もあった。そうでもそのチームはチームというかグループはその大体その同じ小学校の子とか例えば姉妹で入ってる子とか別れさせられるんですよ。だからたまたまなぜかお姉ちゃんと同じチームになってキャンプすることになった時は本当に嫌だった。すぐチクるからお姉ちゃんがそうなの。そうお姉ちゃんお母さんにチクりまだったから懐かしい。すぐほんとすぐチクるから。そう「あいただきます」の歌あったよ懐かしい。でも今思えばちゃんとやっててよかったって思う。入っててね、結局私は全然3年ぐらいしかやってなかったの。ね小学校2年生ぐらいでやめたんだけど、お姉ちゃんは結構ね中3ぐらいまでやってて、私はすぐ逃げたけど、でもあれはいい経験になった。キャンプの知識めっちゃあるもん、息もしないのに。3年やれば十分だよね。火起こしとかやるんだよ。NGT よりも歴短い。そうね、その後駅伝に詳しくなるとは思ってなかったよね。でも実はその時からもう生まれた時から母上と父上が駅伝が好きだったから見てたよ。サバイバルできそうだよね。わかる。お姉ちゃん、お姉ちゃんじゃなくてお母さんとお父さんがめちゃくちゃ好きだったから。なんか年末ってさ、年末年始ってすごいさいろんな楽しいテレビがあるじゃないですか。だからそういうのさ見たかったのにさ、小さい頃からお母さんとお父さんは箱根駅伝しか見ないから年始は。つまんないなって思ってた当時は。でもさ自分がこう中学生ぐらいになってからようやく駅伝楽しいじゃんって思うようになってさ、やっぱなんだろう、駅伝ってさ1年1回見たら多分絶対ハマると思うの。多分ね一回見て、ただ私が例えば駅伝のことをこんなにうるさく言ってるから多分皆さんも選手の名前一人は絶対覚えたと思うんですよ。でじゃあさその選手が走ってたら見ちゃわない？自分が一人でも知ってる選手がいたら、あっこの子奈良から行った人だってならない？そうで私はそのパターンだったの。あ、この人知ってるって思って、でまた翌年見たらもっと知ってる人がさ走ってたわけで、たくさんねどんどん知ってる人がさ増えたら面白いって思わない？出る瀬短気になる
テレセさんいい人だよね。だってさ、例えばじゃあ皆さんも神野さんは覚えたと思うんですよ。神野大地さん、まあ、神野さんもさプロランナーだから実業団の駅伝とか出ないけどさ、神野さんとかがさ駅伝走ったらさ見ちゃわない、応援しようって思わない。ね、私はそういうことが多かった。ドヤ顔で家族の前で見れる。みんな応援していきましょう、駅伝を。特に今年の4年生とかは結構かわいそうだからさ、なかなか走れない時期が続いてしまって、だからもしさ、まあ、全日本とかさいつものシーズンが来たらもうめちゃくちゃ応援してあげてね。関東インカレも延期になっちゃったし。駅伝とマラソンだとどっちが好き？駅伝じゃない、マラソンだって同じ人が走ってるから面白い。だってそれこそさ、マラソンもさ知ってる人がいないと好きになんないかも、私面白いと思わないかも。に、あー体育会 TV 面白いよね、わかる。吉田優也くんが出てましたね。吉田くん新潟に来る予定だったけどね、急遽 GM を行くことに。マジで痛いな去年は関東インカレ行ったんですけど楽しかった。去年さ関東インカレの直前にさ新潟で大きい地震があったんですよ。知ってます？みんな覚えてるかな。村上市で震度5とかの地震があったんですよ。ちょうど1年前ぐらいなんだけど。で、あの時さ、すごい私覚えてるのがさ、その村上で地震があって、いろんな友達がさ、大丈夫？とか、ファンの方もさ、モバイルメールで、大丈夫ですか？とか言ってくれたの。そう、今日長野に地震あったんだってね。 それで思い出したんだけどさ、村上の地震の時になんかとりあえず西村家のルールとして、地震があったらで自分の場所が揺れたら家族にその大丈夫だよっていう、私は大丈夫ですっていうのを送る約束があるの。約束っていうか、まあ、そういう決まりみたいなのがあって、そうで私は一応家族にね、お父さんお母さんに地震あったけど大丈夫ですって送ったの、その日。そしたらだよ、そういうさ LINE が来たら普通さ、よかったです、よかったみたいな、これから気をつけてねみたいな返信が普通じゃん。それなのにさ、私のお父さんたらさ、私がさ地震なのか大丈夫だからねって送ったらお父さん無事ですって言われて、お父さんは無事ですって変って思っちゃってそうなの、お父さんは無事だよってきて、うん、奈々ちゃん大丈夫とかじゃないの、自分の私の心配してくれてるんじゃなくて、お父さんは無事ですってきて、いやそりゃそうでしょ、しかも揺れてなかったし長野その時で、次の日そのお父さんに事情聞、お父さんからね、また私ね、その LINE に対して返さなかったの、はって思ってそうなので、ほんと聞いてねえよって話なんですよ。そうだから返さなかったら次の日の朝お父さんからまた LINE が届いてて、
すいません酔っ払ってました。新潟で地震があったんじゃなくて、なんか長野で地震があったのかと思いましたってきて、そう、その長野でなんか地震が起きて、その地震大丈夫って聞かれたのかと思ったって言われて、だからお父さんは大丈夫ですって返したらしいんだけど、ちょっとよくわかんない、それも返さなかった。お父さん酔ってて自分が地震があった中まで地震が起きたかと思ったらしく、そうなの、本当に嫌になっちゃうわ。返さなかった。だから私はそのこの LINE がちょっと面白くなっちゃって、だからお父さんのお兄さん、私のおじさんにスクショを送った。ね、受けないって言っておじさんにチクった。私は。父さん、私の心配してなくて自分の心配してんだよって言って。そう、おじさんにチクってやった。そう、晒してやった。そしたらおじさんからごめんねって返信来てた。ウケるよね。そう、おじさんに謝られた。酔ってたんだな。そう。はい、許した。あ、家族に会いたいよ、家族に会いたいよ。マジで最近本当に4月入ってから誰とも、てかなんなら3月も、3月末に1回だけ会ったぐらいで、それっきり会ってないんだよね。そう、やばいよね。いや、テレビ電話ね、したいんだけど、テレビ電話するってもね、お姉ちゃんはすごい忙しいし、まあお父さんは多分暇だけど、メンバーとね、連絡あんま取ってないんだよね。というかさ、その今までメンバーと本当に毎日一緒にいたから、メンバーと連絡取るってことがあんまなかったの、逆に。別にわざわざ連絡取らなくても明日になったらどうせ会うから明日言えばいいってなっちゃうから、今までメンバーと連絡取ることがあんまりなかったの。そうだってどうせまた明日朝から会うんだしってなっちゃうってことが多くて、そんなもちろん休養とかだったらもちろん連絡するけど、休養じゃない限り要件はさ直接伝えた方がさいいからさってなっちゃうから、メンバーとそんなこまめに連絡取るってことがあんまなくて、今もそこまで取ってない。でも友達とかはたまーに撮るけど、ほぼ撮らないね。だって直接話せるんだもん、メンバーは会うから。今まではね。いや、ほんとに家族に会いたい。おばあちゃんとかにほんとに会いたい。だってね、ほんとは3月におばあちゃんに行く予定だったの。なのに、まあ3月の中旬とかだったんだけどね、3月の10日とか、まだその時さ、コロナがまだ 今よりはまあ収まったっていうか、まあそんな大変じゃない時期だったから行けたんだけど、お母さんが、いや
ひょっとしたら私たちがウイルス持ってるかもしんないから、そんな90歳のおじいちゃんとかなんか行けないよって言って、でその時もなんでとか思ってたけど、今思えばね、まあ、お母さんの意見は正しいなって思えるんだけど、そう、その時もなんで行きたかったのやーとかなってたんだけどで、そうそうなのだけど、ちょっとやめよ、お母さんとか結構心配性だしさ、そうそう、リーダーだからお母さんそうなのだから、会えなくて会いたい、そうだから、その順当にいけば一応、まあ、5月の中旬ぐらいからは舞台稽古が始まるわけじゃないですか。そしたらさ、まあ、舞台稽古はオンラインでやるわけにいかないから、確実に私は東京に駆り出されることになるじゃん。東京に行くってなったらさ、結構それが心配。東京大丈夫なのかなとか思っちゃったりするねえ。私今めっちゃ郡山行きたいの昨日もインスタに行ったけど、そう、いや本当にでも家族に会いたいわ。でもさ、その本当にもう帰省するのは我慢しよう、あのゴールデンウィークとかさ、お仕事で行くとかだったら違うけれどもさ、その何、ただ単に実家に帰りたくて帰るとかをやめない、ほんとでさ、じゃあ車で行けばいいのかとか、そういう問題も私はないと思うんだ、ぶっちゃけ。ほんとに車で、じゃあその密を避けた自分の車で行けばいいとか、そういうわけじゃなく、単純に自分がもう無症状なだけで菌持ってるのかもしんないからさ、もうだってさ、正直さ、ニュースとかでさ、そう地方とかのニュースでなんか感染者ってさ、結構さ東京からのさ帰省とかが多いじゃん。もう私それ見るたびに心が苦しくなる。もう行かなかったら感染者増やさずに済んだじゃんって思っちゃうのそうなの、バイキン扱いされるし、帰省するバイキン扱いされちゃうの。もうだからさ、みんな気をつけようぜって感じ。ワープだけはいいよね。そうね、ワープはいい、その通りだ。松本の実家には帰らないです。松本が実家なんですね、素敵なところだ。奈々子さん中学、奈々子さん帰省しないよ。帰省したいけど、まあ舞台稽古で帰省するかもしんないけどさ、基本的に帰省はできないからさ。のっぺさ、多分食べたことあるんだろうけど、何かあんま分かってないんだよねぶっちゃけぶっちゃけ。こんばんは、こんばんは。もうみんな帰省しちゃダメ、我慢しなさい。ほんと私マジで移動範囲少なすぎ、さっきでもさ、奈良ってそんなにさ、今さ感染拡大してないから、奈良の人すごいなって私は思う。もちろん人口が少ないっていうのもあるだろうけどさ、確か第1号が奈良とかだったじゃん。そんなに奈良ではさ
感染拡大とかしなかったからさ、すごいなって思った。今長野県が大変だからさ、なら最強だわ。仕事から帰ると県外ナンバー多くて悲しくなる。本当に。あ、行く。なんかこの感染が落ち着いたら、コロナが落ち着いたらどこに行くっていうのを妄想するのが今のね楽しみ。5月末の横浜の握手会がどうなるのか気がかりね。わかんない、わかんないけど、もうさ、なんか目処が立ってなさすぎるよね、正直ぶっちゃけ言った話だから。もうファンの人もさ、なんだろう多分なんか、なんだろう、ファンの人の方が割り切ってる感はある。あーもう、ほん延期なのね、そうなのねってそう、割と新潟祭りも中止になりましたら、公演ね。だってさ、私ね今日すごいね考えてて、無観客とかもさ、まあもう今はラブラ自体が休館してるからどうしようもできないけど、まあラブラがさ営業開始してさ、そこでこうじゃあ公演さやる、じゃあ無観客から始めましょうってなった場合もさ、無観客とはいえメンバーは16人必要なわけじゃん。でマネージャーさんも必要だし、そのマイクの音声さんも必要だし、競り上げる人も必要だし、カメラマンさんなんて 4,5 人いないとダメだし、なんかいろもろもろ考えてたらさ、でその劇場を動かしてくれる人も必要だからさ、結局30人ぐらいは集まるわけじゃんあの狭い場所に。ってなったらさ、無観客やりたいけどやるにしても人は集まるよねって私は思っちゃった。そうめちゃくちゃ、しかもあそこ換気できる場所じゃないから、なんなら密室だから。そうなの、そうだからすごいさ今日考えてた無観客もやりたいなって思うけど、結局めちゃくちゃ人いなきゃできないじゃんって思っちゃった。そう、だからさそれがね、どっちにしろできないなって思っちゃった。10人トイレで定点、定点とはいえだよ、定点とはいえさ、カメラマンさんはさ1人いてさ、 裏方にもカメラマンさんいるからさ、どっちにしろ20人とかは集まることになるよ密集でも、まあ、密集とはいえ。そう、安らぎ亭でやるか。花粉すごそう ショールーム配信が支え、そうね、メンバーも2メートル離れなきゃ、やー、なんかやりたいよね。でもあのさ今流行ってるやつあるじゃん、
みんなでやり合って、なんかゾゾタウンみたいなアプリあるじゃん。なんゾーム、ズームって読むのあれ。なんかカメラアプリ、配信アプリあるじゃん。ゾゾタウンみたいなやつ。ZOOM ってやつ。なんて読むのあれ。ゾーム、ズーム。あれってさ、あれやってみたい。ゾーム。ズーム。あれ結構さ、なんかいろんな人とやってみたい。メンバーもそうだし、なんか他にもやってみたいし。うん、いろんな人とやってみたい。そうなんかね、本当はね、もうさ、最初さ、あの私の仲良しなさ、東京女子流のめいちゃんから、庄司めいからさ、一緒にさインスタライブコラボ配信しようとかさ連絡が来たんだけどさ、ちょっと事務所の関係でできるかわかんないからさ、そうなの。ズームやってみたい。そう。住人トイレでズーム使ったショールーム配信やりたいね。そう、メイとねコラボしたいの。普通にさ、こう携帯とかでもさ電話しながらできるしさ、やってみたいけど。そう、私 ABEX 所属じゃないからさ、メイと事務所違うからさ、当たり前なんだけど、私がちょっと ABEX 所属だったら事務所が一緒だからメイと一緒にできるんだけど、違うからさ。そう、事務所が違うもんで。ズームやりたい。インスタライブは別事務所でやってたかもよ。そう、でもうちは違うんです。そう、人は人よ、うちは違うのよ。めいちゃんに NGT 来てもらうか、それしか手はない。めいちゃんに入ってもらうか、 NGT 来てもらうか。やりたいよ。メイが NGT 入ったらすごいな。でも嫌だ、だから知り合い友達がいるの嫌なんだけど、そわそわしちゃう。兼任。そうだよ、そわそわするよ。2.5 期生。そっか、まだ2期生しかいないもんね。2期ドラフト生。なんかもう、2期生って今何年目？ 3 年目？ 2 年目？ちなみに私は女子流の推しメンは新井ひとみちゃんです。
メイも大好きだけど、ひとみちゃんかわいい、メイもかわいいよ、メイもかわいいんだけど、ひとみちゃんが推し知ってる、荒井ひとみちゃんバリカワだから、メイもバリカワなんだけど、メイは友達ね、荒井ひとみちゃん知ってる子います？マジ可愛いよね。もうさ、実物見た時びっくりした、衝撃が走った体にビビビビってなったこんなに可愛い子いたのって思ったうん、歌も最強に上手。荒井ひとみちゃん今まで出会った人の中で一番歌うまいか。荒井ひとみちゃん見てきました。かわいい、かわいいよね。ここ9年ぐらいでお知り合いしてます。誰が好きなの？メイ？いとくねちゃん。確かにひとみちゃんは80年アイドルっぽいかも。確かに。かわいい、歌がめっちゃうまい、ダンスもめっちゃうまい。あ、ゆり推しなんだ。ゆりもかわいいね。私なんかさ、中井ゆりのさ、英語のさ、単語のテスト手伝った記憶あるんだけど単語の課題なんか手伝った記憶あるわちょっと見てきたひとみちゃんかわいいから見てよ、ほんと。かわいい、ひとみちゃん大好き。あ、そうそう、女子流はあの AKB の山部あゆちゃんのお姉ちゃんがいます。みゆちゃん、あゆちゃん、みゆちゃんですよ。そっくりそっくりこの席落ち着いて安心できるようになったらどんなお仕事したいですか？お仕事ってなんだろう、あんま分かんないかも。今去年できたお仕事、今年もやりたいって思いがっていう割と新井さん最年少みたいだけど大人っぽい感じがする。分かる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 んだけど、プライベートはちゃんと子供ちゃんとプライベートであったらめちゃくちゃ、あ、やっぱ年下だなって思うけど、そのなんだろう、舞台ではすごい大人っぽく見えるよね。かわいいよね、ギャップがあるの。ひとみちゃんはもう22になったの？私の1個下だよね、確か。そのギャップいいな、押せる押して、ひとみちゃん可愛いから。めいちゃんも可愛いからね。 NGT のメンバー例えるとひとみちゃんは、え、わかんない誰だ、誰だろう、わかんない、いないんだけど、なんかハイスペックな王道って感じ、ひとみちゃんは。生き
対外国はパラオパラオと、ハワイ。ハワイ行きたい。高校の修学旅行で行った聞いてないよ。ハワイ行きたい。ワイハイ行きたいよ。アロハしたいよ。行ったことない。ハワイ行きたいな。そう、高校の時に1週間ぐらい修学旅行でさ、ハワイ行ったんですよ。素敵だった。本当に楽しかった。でももっとなんか楽し、なんかね、そのまあこんなさ過去を振り返ったところでなんだけどさ、もっとさ楽しむ方法があったと思うの。高校生とか中学生とか学生って、それなのにさ、なんで自分はあんま楽しまなかったんだろうってめっちゃ後悔してんの。結構そういう方多いと思うんだけどさ、絶対もっと楽しみ方があるじゃん。もっとさ若いんだからさ、海とか行けばよかったのにとかさ、休日友達と遊べばよかったのにとかさ、もっと楽しみ方があるのにさ、なんで私はそんなに楽しまなかったんだろうってすごい後悔してる。だいたいみんな思ってる。そうだよね。もっと絶対さ楽しめたはずじゃん。しかもさ、その若いからこそ楽しめる方法ってあるじゃん、絶対に。そのさ、現役の制服でディズニーランドとかさ、絶対後々いい思い出になるしさ。ねえ、絶対さ楽しみ方があったはずなのにさ。だから私は子供がもしね授かったら、それ絶対口酸っぱく言うわ。遊びなさい遊びなさいって言うと思う言わないのかな、実際。ななこさんまだ間に合う本当。でも最近それをね薄々感じてきたの。なんか言うてまだ今、まあ、世間一般的に言ったら社会人1年目の年ですよ。3月に大学卒業してさ、だったらなんかその私の感覚上、勝手な感覚ね、なんか20代のうちはちょっと子供心持ってていいんじゃないかって思ってるの、勝手ながら。子供心って言ったらあれだけど、そうだから結構今のうちにさ、なんだろう、若いからこそ楽しめる方法もあると思うの。だからそれをしたいって思うけど、でも別に今ね動こうともしないのめんどくさいなって思っちゃうの、ぶっちゃけ。ひょっとしたら私今だったらまだいろんなところ行ったりさ、いろんなとこ遊べるんじゃないかって思うんだけど、思うだけなの実際動いたりしないから。で結局また30ぐらいになってから、あの時もっといろんなとこ遊んでおけばよかったって思うんだろうなって、そんな感じですよ。そう、結局今行った方がいいって思ってるんだけど、別に動こうともしてないから。そう、
で、なんか40歳とかになってさ、ああの時ちゃんといろんなとこ行っとけばよかったって後悔するんです、私は。本当に30代が楽しみだわあと8年大丈夫かな。まあでも言うて、なんかそのなんか大人になったらさ、行きたい場所も変わってくるじゃん。多分大人にそう USJ とかじゃなく、例えば温泉に行ってみたいとかさ、石川に行ってみたいとかさ、富山に行きたいとか、ちょっと渋くなると思うんですよ。そうだから、そうだからディズニーランド行きたいっていう思いは今だけなのかなとか思っちゃったりする。でも40歳とかになっても私はディズニーランド行きたくなるのかな。でもディズニー行きたいな。大人だけで夢の国行きたい。あ、ほんと素敵じゃないですか。ゆっくりしたいよね。子供って行くと楽しいよ。でもなんかさ、すごいさ、最近思うのがさ、その子供をさ、ディズニーランドに連れてったりとか、すごい小さい子供をさ、ディズニーランドとかに連れてってくださってる親御さんとかいて、私も結構小さい頃、まあ、ディズニーとか行ってなかったけど、結構いろんなとこ連れてってもらったらしく、だけど子供なんて覚えてないわけですよぶっちゃけ。もう覚えてるとしても頑張っても 4,5 歳の記憶ですよ。2歳とか1歳とか3歳の記憶なんてほぼないわけじゃん。だからさ、子供なんかそんなさ、子供と一緒にさ、ディズニーランドってさ行かせる、なんかさ行かせてみたいけど、後々この子はもう覚えてないんだろうなって思っちゃうとね。って思っちゃう。だから私は子供を産んでも多分しばらくどこも行かない気がする。どうせ行かせたところで覚えてないしって思っちゃう私は。そう、小学校の記憶とかはあるから、ちょっと大きくなったら確かにいろんなとこ連れてってあげたいなって思うけどね。でもさ、その今まではさ、旅行とかさ連れてってもらってさ、親とかに思ったんだけど、この年齢になったら自分で旅行も行きたいって思うからさ、いろいろ調べるわけじゃん。新幹線代も調べて、ホテル代とかも調べて、ここに行くその遊ぶお金とかも考えたらすごいお金かかるわけじゃん。旅行するって言ったって余裕がないとさ、ある程度余裕がないとできないわけだし、子供育てるのにもすごいお金がかかるしって、今最近めちゃくちゃ現実的なことを考えてる。だから結局私は、じゃあ大人になって家庭を持ったらいくら稼げばいいんだろうとか22歳なのにこんなこと考えてるんだよ、暇すぎて。果たして自分は、じゃあ将来結婚した時になんか子供に旅行を行かせてあげれるのかどうか考えちゃったり。そう、大変だよね、本当にすごいと思う。
大変だわ。夫婦で50万あればリアルだな。めちゃくちゃリアルそれ。ね、家族旅行は大人になって両親の凄さを改めて思い知る。本当にごもっとんそれ。本当にだって家族って言ったってさ、私の場合4人だからさ、4人分お父さんが出してるわけでしょ。働いてたいから。高校時代とか学生時代は私も専業主婦になるとか夢は描いたんだけど、最近はバリバリ働いてる人、女性像にすごい憧れがあるからっていう感じ今は。ナナコさん、たくさん出かけた？どういうこと？小さい頃？小さい頃結構行かせてもらいましたよ。こんにちは、駅伝好きな方。ありがとうございます。そうです、教育ママにはなれないと思う。でも結局知らないけどさ、なんかさんによるんじゃないですか。わかんないけど、でもそういう価値観の合う人を探さないとと思うな。だから私家族を箱根に連れて行きたいと本当に思うわ。っていうか普通に箱根に行きたいの。ガラスの森美術館とかに行きたいの。大学に行かせたいね。そうね、私大子供できたら大学行かせたいな。なんか私の家族は私以外みんな大学出てるんですけど、みんなね、お父さんもお姉ちゃんもお母さんも今までの人生で一番楽しかった時期はって言うと、みんな3人とも大学っていうの。そうで、小さい頃それ言われてきたから、小さい時から大学で楽しいところってイメージがあって、まあ結局ね、違う道を選んだのも私なんですけど。大学が一番楽しかったって言った。だから大学ってどういうところなんだろうなとは思うんだよ。そのなんかさ、あれでしょ、大学は単位制だからそのクラスっていうのがないんでしょ。例えば朝のショールームじゃなくてホームルームとかもないんでしょ。出席確認とかないんでしょ。なんかそういう、あれ、出席ある、ない、私わかんないんだけど。はい、1番青木、2番みたいな。2番伊藤とか、そういうのないんでしょ。そうだから、でも大学ってさ、そう単位だからさ、自分で授業選んで取るわけだから、いくらでもサボれるわけじゃん。そこで性格出ますよね。本当に。絶対さ、行きたくない子とかさ、サボっちゃう子とかいるよね。だからちょっと大学には興味はあるんだ。どういった場所なんだろうとか。だからさ、なんかさ、NGT の企画でさ、大学に一日だけ大学生になってみたとか、そういうのやってみたいんだけど。なんか、1週間。同い年の、美波と綾香と理科。4人でなんか97年組大学生になってみたっていう企画やってほしい。やってくれないかな。うーん、場所はどこにしようかな。青山学院大学。ちょっと
妄想4人でこうやって超優雅な感じして白百合に行って1週間大学生になってみたら学食食べたりとか、え、そういうの楽しくない？いいじゃん、これちょっと行ってみようかな面白そうで、結局それをしてどうなるんだって話なんだけどねそれを本当自己満でしかないんだけどやってみたいなって思う。いいな、そういうのいいね。学食ってどんな感じなの？給食みたいな、なんか呼び捨てファンタジーでさ、混雑したカフェテリアでってあるじゃん。カフェテリアなんてさ使ったことないからさご飯なんてさ給食、教室で食べるものじゃないですか。だからさ、なんかどんな感じなんだろうって思う。一応ね、私の高校カフェテリアあったのだけど、使ってる人誰もいなかった。学食は好きなものを食べれるんだ、すごい。え、お金払うんでしょそれって。それってさ、あれだよね、あの学費に含まれてるわけじゃないよね常識知らずなんだけど、学食はさ、その日ちゃんと自分でお金払う系でしょどうせ学費に含まれてるとか、そんなことないよねそんなことない、そうだよね。そうか給食費感がクソえ、じゃあさ、え、じゃあ、え、今ちょっとひらめいたんですけど、例えばじゃあお弁当持ってくる子とかもいるってこと？食費代を浮かすために。それとみんな一回買わなきゃいけないの？絶対その、なんだろう、コンビニで買ってきたりとか、お弁当持ってきたりとか、あ、そういう子いるんだ。すごーい、すごーい、楽しそう楽しそうそうなんだ。外食べ行く人もいるの？ OL さんじゃん楽しそう、それ。OL さんじゃん。え、外で食べて、え、でもさ、外に食べ行ったらさ、なんか戻るの嫌になんない？なんか私外行ったらもう帰ってこなさそうなんだけどそんなさ、じゃあちょっと外で食べに行こうなんてなったらさ、外行っちゃった私もう帰ってこない絶対遊んじゃう。テラスがあってそこで食べたこともある。そうなんだ、すごい、すごい。午前中だけの日とかもある。そうなんだよね、大学ってそうなんだよね。え、スタバがある大学すごいね。すごい、なんかちょっと妄想が膨らんだわ大学の妄想。え、学内にコンビニあるの？やば、この前さ、この前すっごい昔なんだけど、半年前ぐらいに信濃町に行く機会があって、なん仕事の関係で信濃町行ったんですよ。信濃町って慶応の医学部が確かあるんですよ。なんか心なしか
頭良そうな子いっぱいいた。めっちゃ見ちゃった。なんかあの子頭良そう、あの子みんななんか利口さんみたいな。それでちょっと空気吸ってきた。頭いい、あの空気をいっぱい吸ってきたわ。信濃町かな、確か信濃町だった気がする。そう、なんかすごい賢そうな子とかいて、あ、本郷は絶対いるね。本郷三丁目でしょ、頭いい子いるね。そう、キャンパスにめちゃくちゃ憧れがあるの。しかも最近になって、友達が大学卒業して、その大学すごい楽しかったですみたいな投稿をしてるのを見ると、そう、あとサークルとかさ、どういうのがあるんだろう。そうなんだ。なんかお姉ちゃんが大学に行ってたんだけど、もうその時に私は NGT に入ったから、一番身近にいる大学生であるお姉ちゃんを見てないわけ、私は。そう、多分私も東京にいて大学に行くお姉ちゃんを見てたら大学って楽しいんだなって思うだろうけど、その時私も新潟にいたからお姉ちゃんと一緒にいなかったから、身近で大学生を見てないわけですよ。だから大学生っていいなって思うの。そう、でもね、お姉ちゃんね、言うほど楽しそうにしてなかったんだよね。もうすごいなんかこんな言い方あれだけどさ、すごい就職のための根回しをもう1年生ぐらいからしてたから、姉ちゃんがあんまりこうなんかウェイウェイ遊んでるイメージがなくて。そうなの。でもそれでもやっぱお姉ちゃん楽しかったって言ってたから、大学で楽しいんだろうね。そう。もうね、私のお姉ちゃん2年生のね終わりぐらいにね就職先決まってたの。そう、だから 3,4 年生は結構旅行とかヨーロッパとか行ったりしたけど、もうなんかすごい根回ししてた。そう、そう、すごいお姉ちゃん就職なんかな、内内定みたいな、内定ではないかもしれないけど、そう、3,4 年遊べる。お姉ちゃんはそうね、遊んでたね。後半は多分遊んでたと思う、残りの2年間 3,4 年生。先行逃げ切り型そうだった。でも姉ちゃんはその結構コミュ力高いからさ、結構どこにいても割と大人から好かれるタイプの人だからすごいなと思います。でもね、もう時間がオーバーしてるので大学の妄想しすぎちゃった。終わりにしようかな、そろそろ。今日前髪何もしてないから汚いわ。大学の妄想楽しかったです。いいこと知れた。学食は自分でお金を払うっていうのと外に食べに行ってもいい。今日の収穫でした、私の。知らなかった、学食は学費に含まれてるかと思ってた。そんなハッピー人間でした、私は。ということで、ありがとうございました。豆知識が増えてよかったです。
ということで、またね、バイバイ。またね、やけど気をつけます。また。